おー、どうも皆さんこんにちは、ポピープレイタイムチャプター3です。ついに来ました、ついに来ました。まあ、あのポピープレイタイム何度か発売延期になってついに出たと、完全最新作。で、見てこれ、もうなんか巨大な、なんだこれ、もうなんか猿、非常に楽しみにしてたということもあり、私今日のために、まあ、今日のためじゃないんだけど、LED ライトを買ったんですよ。見るこれ。わかるこれ。俺、光ってるのわかる？ちょっと見える。ちょっと目の横。ほら、ちょっと光ってるのわかるこれ。これもう高評価もないでしょ。光る芋なんて見たことないでしょ。これまずね、俺で見えないと思うんだけど、チャプター3、深い眠りって書いてあります。列車事故の余波もあり、君は新たな目標を見据えながらも、深い闇に取り残されていることに今気づいている。ちょっとなんかおしゃれだね。おしゃれな。OK、じゃあもう早速やっていきます。ビッグキャッチ !LED も Yeah! 日本語に対応してんのよ。ニューゲームやっていきます、とりあえず。まあ、これニューゲームでいいんだよね。今の時間は ?OK、ごめんなさい。ちょっとほんテンション上がってるからね。毎日が笑顔。これいつも最初にね、なんか CM みたいなのが出てくるんですよ。ちょっと黙ります。うるさくしたくないので。毎日笑顔っていうね。いいことですね。素晴らしいことだと。なんだこれ。あら。風は本当に怖い。I can't sleep! Hey! We'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. あー、なんかちょっと。みんなビビってると風に。お、こいつやん。いや、Catnap! Please help us go to sleep, Catnap. Please eat it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep. 寝たいのかみんな。やばい、やばい、臭い臭い、息切れやなってる。しかもみんな興奮してると臭い臭い匂いに。うわ、とんでもない始まり方です。なんだこの始まり方。誰もがハギワギとポピープレイタイム知っている。君のこのプレイタイム社の最新のおもちゃで遊んでも安全なの？おもちゃの発売記念した限定シリーズの漫画？その名前を共有して。両者とも火花を散らしている。キャットナップ、これが。こう引っ張るだけで。あ、くっさいくっさい息出すと。暴力的な悪夢を頻繁に見てしまう。怖いけどな、これ。Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. 消されたの？ But damage already done, will disappearing be that easy? Oh, no. The exact cause of these incidents still unknown. この猫ちゃん消されたと。Only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe.あら、あら、よくない始まり方だよ。そりゃそうだと。キャットナップが子供たちに安全じゃ、うわー、なんかあれ、え、俺ポピー違う、ハギ、え、何、あ、キャットナップ、まさかの、え、あ、そっか、待って、俺めっちゃラグくね、俺えぐいほどラグくね、 LED ラグイモだ今回。そう、前回なんか列車事故、マミーロングレッグズから逃げようとして、なんか壁縮まってね、おいおいおい、いきなりかよ、そんな即死トラップ、いきなりやばいトラップやん、何これ、え、壁あそこへ行くってこと、おのおの、おのおの、どうすんのこれ、上がれた、え、ちょっと待って、あんまよく見えないんだけど、うん、死んだんだけど、あ、死んでないわ、
あ、死んだわ。前回マミーロングレッグズから逃げようとして、逃げたか分かんないけど、なんか列車に乗って事故って終わったんだよね、乳首の。あ、いけたいけたいけた。お前、自分を引き上げるのに使えるものを探して。あ、そういうこと。あ、ストペ。あ、ここで掴めるわ。このね、グラップラー、このグラップラープレイも今回健在だと。この腕を伸ばしてね、まあポピープレイ、ポピープレイタイムと言ったらこれだからね。 OK。 え、今どこにいんだ俺。なんか廃工場みたいなところにいない。何これ、上行けばいいのか俺は。 Hello。 とりあえずこっから脱出しないとね、わけわかめだと。 Hello。 これどこ行けばいいんだろう。下に行くんかな。なにこれ。ノーブ、うん、もう2回も死んだんだけど俺。わかった、これ落ちたらダメなんだよ。こういう上にジャンプしていくんじゃない。こういうことよ、こういうことよ、こういうことよ。わ、ゴー。おお、ありました、ありました、ありました、出口で。こっからの、こっからのコントロールしゃがむ。あら、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 あ、こっちいいのか、こっちは何もないのか。え、なんか行く道がめちゃくちゃあるんだけど。え、これどこ、どこにいんの本当に。あ、あ、え、なんか血出てね、美味しそう。ここしかないわ。というわけでここ行きます。なんかよくわかんないけど、インタラクト。え、なんかちょっとする。ここにいんだよね。あらー、うわすごいな。ちょっと見て、この血まみれ工場よ。こっち行くのか。あっ、レモン死んだんだけど。これやばくね、いきなりめちゃくちゃアスレチックなんだけど、これすぐ行くってこと。一回わか、一回ね、慣れればいける。慣れればいける。一回失敗したらいける。まあ、安心してください。安心してくださいとね。ゲームを今までね、300年間やってきてないと。てきれ。来たね。おい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 、見えたぞ。お尻。おし、え、これいいのか。せやー、うん、あ、持ってくれる、持ってくれる。そういうことだね。ぶら下がるスタイルじゃないわ。ちょっと待って、どこ行くんです。ちょっと待ってよ。ここだよ。で、そう行くと、うえ、どこ行ったあいつ。うわ、換気扇スタイル、換気扇好きなやつだ多分。ん、入れた入れた入れた。追いかけてこないでよ。おそらく敵じゃん。ぬこ、なんだこ、なんかさわったらできる。え、なにこいつ。え、ちょっと待って、あ、こっち行けた。何やってるの、後ろにあるじゃないかと。嘘でしょ、換気扇。蘇ってくる、ポピープレイタイム1が。俺ポピープレイタイム1、2回やったからね。あ、これなんか誰かの部屋みたいな感じだ。カセットテープ1個目の。クレア・ハーパー・ディブリーフ。おっ、いけた、いけた。うわ、このなんかガスマスクもね、よく出てたからね、宣伝画像みたいな。あ、日本語だ。普段と同じように子供たちを寝かせてました。穏やかで静か。キャットナップが部屋に赤い煙を、すると突然悲鳴が上がった。悪夢をよく見るのは知ってた。でもあんな瞳孔が開いて唇を震わせて、あんな風に怯えて辺りを見回すなんて、あの子の手を握ったらまるで血が沸騰しているようだった。あの子は何かを見たんです、恐ろしいものを。 すみません、私ったら。ハーパーさん、私たちは可能な限り最高の治療を続けます。約束します。教えてください、マリーは何を見たか言っていましたか。ええ、モンスターだって言ってたわ。それは色がなくて、あの子の心臓があんなに激しく、あの子にとっては現実だったの。 それにあの子の暴れ方、腕や足をあんなに激しく。ワイルド。うん、うん、話をさせてください。
ださい。様子を確認したら、どうしてもあの子の声が聞きたいんです。それは推奨できません、ハーバーさん。今は対処すべき問題がたくさんあるんですよ。どういうこと？彼女の容態は正常、監視は続けます。元気になりますよ。悪いけど、そんな慰めの言葉はいらないの。とにかくあの子を返して。おい、ということで、なんか娘がキャットナンプにちょっと良くないことされちゃったと。で、なんか会いたいみたいなことになってたね。血が沸騰してるみたいなこと言ってたよ。あいつ特殊な息を持ってんだと。くさい。バッテリーを配置。ああ、これバッテリースタイルか。これ取って、バッテリー入れていく感じね。オッケー。で、2個。で、これで謎解き要素が。オッケーオッケー。これぶち込んで。あ、よいしょと。そしたらドアが開く感じ。なるほどね。ちょ、待って、でもその前になんか見るもんないの、この部屋。もうでも大丈夫？ Nothing?Everything okay? Everything's gonna be okay. No. Flower boy. というわけで、いきます。父さんがいる。Press here. 僕はババババファント。ねえ、君のこと覚えてる。誰だお前。まあね、皆さん、怪しいゾウさんが近寄ってきても話しかけないようにしましょう。てか電話来てんだけど。え？どこだ？この奥からする。出ない、ダメだよ、電話。誰かが、ちょっと、焦ってるかもしれないと。というわけで、OK、これ持ってって、これ持っていくわけよ。こうして、こうして、あれ？どうやってんだっけ？電気ビリビリ手を手に入れて、ここに繋げると。そうしたらドアが開くっていうね、覚えてます。OB ブレイタイム2で出た、これ新奥義だからね、これ取ると。ねえ、ねえ、聞こえてる？ねえ、誰？迷子みたいだね。死なれちゃ困るし、うん、助けてあげるよ。え？壁についてる管、いい？どこ？これ？あら、優しい、優しい人がいる。あ、え、誰今の？なんて優しいお方？ドア開けるってこと？おー、暗いんだけど。わー、え、君がやったの？列車じゃん、俺が乗ってた。ここでキャットナップに見つかったんだ。ポピーが脱出を邪魔したから、多分仕方なかったんだ。必要なの、君が最後の望みだから。君ならたくさんの命を救えるよ。自分の命も含めてね。これちょっとかっこよくね。この先にあるよ。キャットナップの住処だ。スマイリングクリッターズのメンバーさ。昔は8人かな。今はあいつ1人。プレイケアは彼の教会、彼の狩りの場なんだ。あいつが好きなように使ってるんだよ。グズグズしない方がいいよ。また連絡するね。あ、忘れてた。え、誰？僕はオーリー。よろしくね。オーリー、お前誰？オーリー。オーリー、あなたは誰？でも、オーリー好きよ。オーリーめっちゃいいやつじゃんって、なんか言ってたね。さっきキャットナップの遊びは狩り場みたいな。で、そこに突っ込んでいくと。ちょっとあたおかじゃない？俺。そこの狩り場に自ら突っ込んでいくって。あ、こっち行けるわ。セキュリティルーム。なんだなんだ。行けちゃうよ。行けちゃうよ。どんどん行っちゃうよ。どんどん行っちゃうよ。謎解き要素ありましたね。これ増えてきたね。ハンドルを持つ以下を使って発射を回転させる。あにゃ。なにそれ、なに、おしゃれなんか。ここに当てるって、え、どういうこと、どこに当てんの。あ、ここに当てるってこと。あ、そういうことか。ここで、ハンドルを打てるんだ。ここに多分、ぶち当てないとダメなんだ。そ、今ならいけんじゃない？来た来た、よし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 、こういうことよ。で、これで開けるようになる。なるほど。複雑になってきたね。何戻ってきたの？電気がついたってこと？電気がついた！あ、なんでこっち来たの？あ、ここへ行けるようになったんだ。なるほど。というわけで、エリオッツエクスプレス。僕はキッキンチキン。僕と一緒に遊ばない？ゴキブリんだけど。ないよ、来んない。残らず、残らず。観覧車みたいのある。これ引っ張って、で、こっちも引っ張るとどうなると思いますか？あら、動くんですよね。当たり前ですよね。
で乗って次なる舞台に進んでいきたいと思います。キャットナップがどういった…え、びっくりした。どうも。誰？私の名はエリオット・ルートヴィヒ。今の世界に足りないものは皆さんなら何だと思いますか？答えは様々。お金全然足りない。金欲しい。誰も分かってくれない。信頼。誰もが人間不信。いろんな意見があり、どの回答もある意味正しいです。しかし何かが欠けているように感じる。この教育的番組は当たり前なもの。そう、誰一人として笑顔がなかった。笑顔がないと。笑顔大事だからね。辛い時も笑えば脳が勝手に錯覚するって言うからね。笑顔は愛。笑顔は理解の証。笑顔は理解すると。私にとって何より喜ばしいこと、はい、それは子供の笑顔を引き出すことで、子供たちに夢と希望を与えることなのです。夢と希望があってこそ私たちはより良い世界を作れるのです。子供たちが何も恐れずに暮らす決して危険な目に遭わない場所。実際どこ、ここ我が社と我が社のおもちゃは子供がやばくね。全ての子供には常に笑顔で。何これ、巨大な洞窟の中にいるんだけど。家が必要。本日私は胸を張ってプレイタイム社の創設者として発表します。やっばブレイケア。我が社の敷地設立した孤児院です。ここはただの孤児院ではなく学校、遊び場、居場所でもあります。おい、とんでもないぞこれ。独自の大事な地下施設です。子供たちの笑顔を引き出すためにとことん計算して設計しました。教師、カウンセラー、母親、父親、子供が成長するまで我々が代わりを務めます。すごすぎないプレイケア。そして感動、行きたいもん。これらの感情を届けられる。ただすごい地下にあるな。子供たちの笑顔こそが人生の真の価値です。来ました、伝説の忘れられた土地、プレイケア。わお、電話が来ました。しかもあれじゃない？オーリーじゃない？オーリーじゃなかった？いや、また僕だよ。オーリー。ここそんなに悪くないでしょ。めっちゃいい場所やん。子供たちが住んでた場所。でも今ではとにかく部屋の真ん中に像があるのを見えるでしょ。その下の階段を使ってみて、プレイケア内の電源をすべて管理してるとってもいい部屋がある。そこで鍵をあげるよ。おお、ここかな？ Restricted Access。 制限されたアクセス。行こう。電源を管理。あ、これかな。でオーリーまさかね、誘導してるとかないよね。まさか俺をキャットナップの元に誘導してるなんてことはないよね。うーん、まあまあまあ、オーリーを俺信じてる。俺はオーリーを信じてる。俺はオーリーを愛してると。おしっこ出てる。なんかあ、鍵がある。鍵を手に入れたね。これは一体何に使う鍵なんだろうって思ってる。思ってる。まずそこから出て、君が乗ってきたあのケーブルカーのすぐ左にドアがあるはずだ。これか？違う。ケーブルカーのすぐ隣にドア。どこから来たっけ俺。ここだっけ。え、これ本当にすごいよ。こんなすごい、こんな美しいね。まれだよ、こんな美しいゲーム見れんの。左にドアあるって言ったよね。あ、あれじゃね？あれじゃね？これだ、絶対。ここに行けるようになったと。ほら。そしたら、なんと。オーリーが待ってると。全裸で。お、何ですか？ロードしたってことは何か起こるよ。ロードしたっていう、こいつ誰だこいつ。ロードしたっていうことはなんかな、うわ、すごっ！施設のガス製造ゾーンへようこそ。ここはね、プレイケア全体を管理する心臓部。機械が吐き出してるガスは、すべてこの工場で作られているんだ。その名も、赤い煙。今は、右の方へ流れているよね。これを左方向に流れるようにしなきゃいけないんだ。それで奴に近づける。機械には厄介な安全装置がついてると思うけど、君なら何とかできるはず。じゃあまた連絡するね。難しいんだけど。何今の。
今なんて言ってた今。右から左に流すみたいな。右から左に流すようにするって言ってたよね。お、キャットナップやん。あ、待って。あ、一個あったぞ。これが、あそこにぶっ刺せばいいんじゃね？まあ、とりあえずぶっ刺せるものなかったらぶっ刺していこう。そういうスタイルでいくわ、今回。オッケー、開いた開いた開いた。あ、カセットテープあるんじゃない？あった、ほら。ほら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 、2個目の。で、見れるやつ見ていきたいね、全部ね。音声か？あ、ビデオだ。はい、ちょうだい。グラップパック 2.0! ついに来た、進化した。ワイヤーの長さを延長した。手の交換も簡単さ。プロトタイプにはエアジェットが。空飛べる、空飛べる。今回のポピープレイタイム、空飛べます。長き落下を打破するために。嘘でしょ、空飛べんの今回のポピープレイタイム。死んでるね。まあいいや、もらってこ。これだね。来たんだけど、あ、選べるんだ、すごっ。で、飛ぶの？飛べないよ。あ、しかも見て、あれ、懐中電灯ついてるわ。どうやって飛ぶんだろう。まあいいや、どうにかなるやろ。ムラムラしてる。うーわ、すごい、これジャンプ力が高くなった。うわ、待って、そういうことか。いろんな、なるほど、いろんな能力の腕をこれから手に入れて使っていくようになるということね。ほら見てくれ。あら、見て、うまいよ、俺うまいよ、俺うまいよ。これ、これダメなの、これダメなの、これ見て、うまいよ、これ。こういうことよ。オーマーイ。OK、今のなし、今のなし。走っていくんですよね？こういうことよ。見て、あ、これ死ぬよ、これ死ぬよ。こういうことよ。おー、これ何これ。ゼリー、黒いゼリーみたいなのがある。こっちおいで。こっちおいで。よいしょー。で、これで。あ、違う。おー、そういうこと、え、飛んでけっていうの、あそこまで。ちょっと、嘘でしょ？行くしかない、行くしかない。うん、いけた。いけたけど。あ、で、これをこっちに戻して、戻して、越えていくんだ、ジャンプで。ここ。うわ、あ、すごいな、ちょっと。考えられてるよ。すごい考えられてる、これ。あ？これ、ビーム技だ、ビーム。これ、ビーム光線だ、ビーム光線。ビーム光線の得意なんですよね。こう見えて、こう見えて、ビーム光線私得意なんですよね。まず一回やってみるか。なるほど。だから、こうやるわけですよね。で、こう回転すると。で、これ当たると。で、ここに、ぼやってやると。届かないの？何それ、そんな遠回りする人ある？まあ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 。これ多分なんか起動したよ、これで。ん？あ。なんか起動したよ。ほら。何が起動したんだ？押せる？オフラインになってる、まだ。あ？あ、なんかついた。え？できた、できた、できた。P? オンライン。発電機だ、発電機ついた。ということは？発電機ついたっていう、あれ？どうしたの？どうしたの？怖い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 。てか、え？電源が切れちゃった。よし、新しい鍵を送った。ゾウの下にあるよ。ゾウの下？ホームスイートホームに入って、中に入ったら建物の予備電源を見つけてね。頑張って。どこぞーって、え、戻るってこと？最初に元の場所に。てか、なんか俺がさ、おっきな声出すたびにさ、LED ライトが反応するんだよ。俺の声に合わせて反応するタイプだから。で、怖い、それが。よくないかもしれない。怖いもん。ミスったかもしれない、LED ライト。俺、怒ってんの、俺が喋れても怒ってんの、これ分かる？見えない、絶対。夜になったんだけど、うわ、違うか。電気が消されたんだ。走れ。どこだ、ゾウの下って。真ん中のとこだよね。あれ？そう、え？どこ？あれ、ないじゃん。あ、来た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 。ありがとう。ありがとう。これはどこの鍵？って言ってた？ちょっとさ、ちゃんと聞いてないから、こうなんのよ。ちゃんと、オーリーの話聞いてないから。マイスイートホームとか言ってなかった？マイスイートホームないんだけど。あれかな？これじゃないでしょ？違う。あらー、これじゃね？一番家っぽいよ、見た感じ。光ってるし。光ってることはいいことよ。ほら！いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
ちょっと電源をね、つけに来たんですけど、はい、ロード中、何が起こる？ロード中が、ロード中ってことで何が起こるんですよね？ロード中っていうことで何が起こるし、キャットナップのお面みたいのもあるし、なんかちっちゃい子もいるし、行きますよ。充満してるよ。くっさいくっさい。あっ！うわっ！これ大丈夫なの？これ捨ていいやつじゃなくね？なんかあるかなんかあるか見たい。なんかちょっと見たい。どっから来た俺。あれ？あ、こっち、え？あ？なんか不思議な部屋じゃなかった今。魔法の部屋みたいな。部屋の形変わんなかった？でもすっごい、すっごい、急な階段だった今の。あら？館みたいに来ましたね。キャットナップの館ならぬ猫館。ドアはとりあえず入れないから、住むしかないね、これね。まだでも今んとこ脅かし要素はないから、結構そういう面では嬉しいよね。なんだ？ベイビー？すごい広いんだけど。これたどり着けんのか俺は本当に。午前9時45分現在のニュースをお伝えします。地元当局の発表によると、有名おもちゃメーカープレイタイム社の創設者エリオット・ルートビッヒ氏、彼の邸宅で幼い男の子の遺体が発見されたとのことです。おお、なー。現時点では遺体の身元は確認されていないようです。遺体は2階で大きな爆風爆で発見され、警察関係者によると遺体には損壊の跡があるとのことです。え？臓器や主要な骨の多くが発見された遺体からなくなっていたと。やばくね？それらを摘出したことが死因となったかどうか現時点では不明です。キャットナップやろ。犯人は一つよ。大人は頭脳、あ、違う、見た目は頭脳、あ、違う、見た目は大人。こちらがコメントです。頭、IQ200 の天才ルートビッヒは人格者。男、マイタロー。怖い時はマイタロー連呼しよう。電話来てね。誰、こんな誰もいないところに電話かけてきて。誰もいませんよぞ、誰もいませんよ。ねえ、怖いんだけど。え、今逃げてって言われなかったわ。え、どこ行った？いや、逃げて言われても。プレイタイム社はルートビッヒ氏の無実を主張。怖い怖い怖い。しかし何十年にもわたり、どこ行くの？性格を周囲に示してきたことから、多くの人は。だって、オーレイがここ入ってって言ったのに。お前、やばい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 。もうなんか言ってるか、なんかラジオで何て言ってるかわかんないけど。とりあえず子供がもう、ボロボロにされたと、体。なんか足音する。おい！やめろ！どんどんするな！ちょちょ、鼻がかゆいんだけど。鼻の下が。うわ、見てこれ、大きな爪ね。こっち行った方がいいんじゃない？何？キルト本つゆ、罪悪感がお前を呪うみたいな。何ここ、え、怖い、マジで怖い。 No、 開いてね。何？ねえ、どこ行くの？俺もうやなんだけど。起きろ。準備。起きろ。もういるんだもん、だって絶対同じ部屋に。嘘でしょ。もう見えない、何も見えない、何も見えない、暗いし。ねえ、怖いって。こっち合ってんの？俺もう暗闇行かねえぞ、俺は。俺暗闇の方なんか歩いていかねえぞ。ついてくるんじゃないよ。後ろからついてくるんじゃないよと。うわ、いた。合ってる、合ってる。一応行く方向合ってる。来た。来た。
みたいなとこ来た。最高、ありがとうございます。 Happy and fun. Why was it done? 嬉しさと楽しさ、なぜそうなったみたいな。ちょっと日本語下手だね。オッケー、カセットテープあったので、どんどん募集。ハギー、従業員の皆さん、プレイタイムでの初出勤日にようこそ。どうかしまった。これから皆さんは愛情深く支えてくれる新しい家族をここで見つけることになるでしょう。自由に見学してください。いやだ。ランチを食べたり、子供たちが学ぶ姿を眺めるのもいいでしょう。イノベーション部に入って科学の限界への挑戦を続ける、あるいはプレイキャーの真面目で優しいカウンセラーと共に子供たちの未来づくりを支える。俺閉まってる。楽しみですね。今や皆さんの一人一人に役割があります。ちょ、まあ、なんで明日出勤して、自分の配属先に不満を感じたり、業務に不満を感じたら上司が喜んで相談に乗ってくれます。やばい紹介 VTR みたいやん。何年か経って罪悪感に耐えられなくなって戻ってきた時には、どうぞ闇に身を投げてください。不可解な恐怖の数々があなたを待ち受けています。みんなあなたの帰りを待ちわび、見つけようと躍起になっています。多分それらは物陰から歯と肉とプラスチックでいっぱいの口で脅される。見かけあなたを温かく歓迎しようと待っていることでしょう。かつて捨て去った世界で自分の立場を理解する時間すら与えてくれない。ここはもう彼らの世界。どうぞごゆっくり。何これ、頭おかしくなりそうなんだけど。動ける。え、やばい、目が離せない。これから出てきたんだけど、まさかの What the ちょっと待って、どういうこと。あ、し、あ、絶対死ぬイベントだったんだ。あ、戻った、このゴムゴムの能力者に。今のハギーすごかったね。ちょっと The House of Joy。 あ、もう出れなくなった。ここチェックしかない。また戻ってきたんだよ、この館みたいなとこに。今のハギーとんでもなかったね。まだいるやん、あいつ。絶対近くに、キャットナップ。謎解きですね、これもね。え？これ。こっち行くってことだよね。Let's go! あ、あ、くっさい息で充満してます。だって。でも行けるとこはこっちだけですので。こっちも行けないな。お、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 お？ラジコン？じゃないわ。車のおもちゃみたいなの壊せる。逃げたぞ。やばい、死ぬ死ぬ、うん、死んだよー。え、どうすればいいの俺。あ、あ、待って、ガスマスク、ガスマスクあった。お、あ、これでいけるようになるってことか。なるほど、これでいける。あ、そういうか、これでもうキャットナップ対処完璧だと。もうキャットナップなんて怖くないと。キャットナップ、え、な、なんもなくない。あるわ、上にある、上にあるけど上行けなくね。ああ、上にあるわ、このムラムラの、ムラムラショックパッド。なるほど。うわ、もうこれちょっとね、ちゃんとね、これちゃんと周り見渡した方がいいね。結構アイテム落ちてるわ。こっちも行ける。じゃあもうこれ取っていいんだよね。おい、ちょっと LED ライト怖いから消すわ。これね、個人の子たちなんだよ、全員ね。こ、個人だから。うわ、手形なんだけど。お、お倒せた。これは奇跡よ。これはね、ちょっとできない人いるって。これ今の気づかない、俺ちだけ見逃してたね、今のは。隠しルームです、これ。
はーい、普通にいるやん、普通にいるやん。え、どこ行った、どこ行った、キャットナップどこ。お、いるよいるよ。あれ、あいつでかいくせにすぐ消えるんだけど。え、これなんかあったから刺してこ、刺してこ、エネルギー、エネルギーが必要だ。キャットナップ入れたまん。こっち行けるわ。何、めちゃくちゃ部屋多いし暗いし。 Watch out、 やめてそういうこと言うの。やだやだ。うお、え、こいつミシ、なんだっけ、ミシーワギー、なんだっけこいつの名前。え、何してんの。え、これ孤児院の子がこうなったってこと。おい、ほら見てる。さよなら、またどっかでお会いしましょう。ちょっととんでもないものを見てしまった気がする俺は。上行ける、よいしょー。家の中広すぎんか、ちょっと。こっちにそろそろあるんじゃないかと、バッテリー。あれ、ないんだけど。あっ、こっちにもある。あった、よし、あったあった。あっ、ノー、ノー、落とされた。どこだっけ、どっから落ちた俺今。あ、ここに穴があったんだ。こっちは何もないの、こっちは何もないの。もう帰っていいの俺、俺もう帰るよ、俺もう帰るよこの穴から。俺どっから来たっけ。あったあったよし、あったあったよし、よしよし、来た、やっと1個目の太陽みたいな。これを多分あれだ、つけてくんじゃない、おいと。これを多分完全に両方ともつけて、まん丸い太陽にしていくんじゃない？俺はそうと見た。そしてこれで、ドアをぶち壊してやる。見とけ。ここは何よ、俺をビビらせようとすると。お前ちょっと手つけたままなんだけど。じゃあ何もないの？あ、やろう。危ない、またトラップカードある。トラップ魔法発動しようとしてんね、ここで。こいつはなんだ、またトラップ魔法あんじゃん。デコボコすぎんこの屋敷。来た、でも来た来た来た。お前誰か走ってる、誰か走ってる、誰か走ってた今。よし、来ましたね、ついにここまで。ここがどこら辺なのか分かんないけど、保存中ってことはいいこと。保存中は素晴らしいよ。これ電気ビリビリタイプに変えて、これでどこだ。あ、待って、カセットテープある、カセットテープ。あったあったあった。これ見よう、これ見よう、これ全部見ていきたい、これ全部見て。今回なんだと、今回のカセットテープはなんだと。いきなりキッズで、ああ全員揃ったね。もちろんですよ、楽しみにしてたんです。うわ、ちょっと待ってこれ。さあ、サムが行く前に、うわ、なんか最後のお別れを言いましょう。いいわね、一緒に。さあ、約束のネバーランドみたいじゃない。え、約束のネバーラン展開。だからみんな本当はね、このキッズが多分孤児として家族に迎え入れられると思ってんのよ。でも実際モンスターになるんじゃない、わかんないけどね、わかんない、そういう感じじゃない？うわ、クレイジーよ、とんでもない展開やないかいと。実験台ってドクターホワイトとか言ってたもんね。あ、なんかあるあそこに。ドクターホワイトに実験台とされて、
実験台にされるために選ばれたと。マジかよ、おい。ここにあんじゃん。開いたわ。マジかマジか。なになに、なに、なにが開いた今。ここ行けるわ。で、ここに繋げると開いたね、そっちが。何が待ってん、この先には何があんの。今んとこベッドしかないけど。なるほど、ここで腕をね、ビヨーンと伸ばして摂取して、こういうことよ。うまいね、謎解き。うまいね。ちょっとね、こっち開いたね、今ね。だいぶ奥かけ、だいぶ奥。なんで光ってんね、なんで光ってんの。めっちゃ見てくんだけど。ちょっと待って、この人背中になんかついてんのよ。ちょっと背中触らして、お願い。背中触りたいだけだから。なあ、こいつ背中触らしてくんねえ。もういいよ、もういいよ、お前なんて、お前なんてもういいよ。あ、 Coming back was a mistake。 戻ってくるのは間違いだった。なんでここ行けんの。ちょっとちょっと待て、これいいのか。じゃあ、あ、取れた。あ、こいつ電源切れだ。あ、これどうすんの、これ。これ持って換気扇行っていいのかな。行きますか、じゃあ。レッツゴー、換気扇フェスティバル。あ、あ、あ、無理だ。どこ行った、どういうこと。ん、うわ、すごいな、これ。ちょっと脱獄できた説ない。ちょっと何人かはこの換気扇を通ってありえるよ。役ネバ展開。そしてここで生きるかもしれない。あいついない、でも開いてない。ここ埋め込めるとこある。あら、あら、あら、このバッテリーどうすんだ。ちょっと待ってね、これおそらく、あ、ここにあるわ、ここにあったわ。おそらくこれね、あの緑のビリビリハンドを使って、なるほど、これ使って、あったじゃん、こういうのね、プシュッとしていくと、すると開くようになると。プシュッと取って、そしてこうやっていくと、あら、あ、そうだよね。ノー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 。イエス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 、頼む。ついて。わお。ま、でも開けたからいいや、もう。わあ、なんだ今の、いろんな感情の連鎖は。驚きと喜びと、悲しみと。ま、いいや、これ引っ張って、なんかできるな。ここぶち壊すんじゃないと。あ、来たわ。これで進めるわ。行ってこい、俺の。うえー、お、ハグはモンスターを遠ざける。な、そんなわけないやろ。よし、手焼きで。こいつのせいでちょっとびっくりしたけど、まあ行けるようになったので行きましょう。やっと進める。キャットナップ来ないで。え、こっちはなんだ。あ、行けるようになったね。新たなエリアへ。ああ、こっち来たっけ、もう。これ見た気がするな。見てないかもしれない。見てないな。あら、見てない。というわけで、ガスマスク装着して。いざ侵入。こいつの息やばいというわけで、まずガスマスク必要なレベルの息って、相当よ。相当臭いってことよ。え？なんか声するけど。オッケー、いける。もういいね、もういいね。もう臭くさマスクいらないね。何があるんですか？モバイルバッテリー。モバイルバッテリー。充電がないときに、いっちゃん使えると。また戻んの、ガスマスクつけて。あったあったあった、よし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 。ここで太陽をここにぶちつけて、で、ボタン押せば、きたー！すごい、ま、声振動した。で、こう開いて、どこが開いた？あ、こっち開いた、こっち、よしよし、メインエントランス。メインのとこに戻ってきた。あ、こっちも開いて、太陽のゲートが開いた。ということで、ここで、青の手袋を使えば、あら不思議。ドアが開いてくるというね、ニューエリアです。
やってきて参りました。ムラムラグローブにしておいて、ああ、これね、これね。砲台を発射。え？え？何今の？あや？どうやって撃つの？あや？わかんねえ。とりあえずこれやろう。まず、ここに撃たないとってことね。あ、そういうことか。これに向けておいて、で、これ、掴めてくれない？ほら、そういうことだ。あ、待って、え？な、これ引っ張ってんだけど。これ引っ張れる。あ、引っ張っておいてやるんだ。そういうことだ。うーわ、待って、めっちゃ時間かかったんだけど。こういうことだったんですよ。そんなことある？ちょっとむずっ。むずっ。なにこれ？むずっ。こっちはなんかあんの？なんもないな。むずっ。普通に。これなかなか解けないって、本当に。柔軟な頭じゃないとね。柔軟な頭じゃないと今の解けないと。敵で。新エリア行きました。おうし、おうし、潰される。こっちはなんだ、こっちはなんだ、こっちはなんもないな。というわけで、エレベーターがあったというわけで、エレベーターに乗って上に向かっていきたいと思います。着きました。出てこい。もうビビらしたいならビビらしてこいと。俺はもう、待ってると。あれ？俺はもう準備ができてると。なぜなら今ので頭を使いまくったから。ちょっと、起こしてほしいとね。ふわっと。ふわっと起こ、あれ出てた、あれ出ちゃダメじゃね、で、出ちゃダメじゃね、え、出ちゃダメだよね。え、これ外でいいの、電力回復してなくな、え、ハギー、ダメよ、離して、あ、彼らは、違う、ハギーじゃない、めっちゃ怒ってたぞ、来たの、はあ、この子はここが苦手なの。でもオーリーのおかげでここまで来れたのよ。オーリー誰？あなたを見つけることもできたし。あれだよ、ピンク、ピンク、あれハギ？ピンク、あれピンクのハギじゃ。あらー。あの事故で怪我しちゃったわね。かわいい。本当にいろいろあったわね。いろいろあったね。かわいい。本当のことを話すわ。俺も乗せて。俺も。俺も。大丈夫よ。安心して。出ていきましょう。あら、待って、本当のことを話すって言われたんだけど、どういうこと？そしてなんか、なんだこれ、隠し通路、まさかの。俺乗っていいんですか？ありがとうございます、遠慮なく、遠慮なくご一緒させていただきます、そこまで言うなら。聞いて、私は敵じゃない、でも帰られたら困るの。ここでの出来事は一人じゃどうにもならない。あなたがいないと、私たちをあんなにひどい目に遭わせた恐ろしいモンスターたちに復讐するために。誰、誰のこと？あいつらの行動は全て操られてるのよ。お、プロトタイプ、プロトタイプ、かっこいい、プロトタイプ、やっていいわよ、やっていいわよ。何を、え、ボタン押していいってこと？押しますよ。 GO！ 何、あ、電源、やっとついた、ついたよ、すいません、電源ついたよ。もう一回、何が起きたの、戻っていいの、あ、戻るんだ。タイプはこっちに気づいてる。なるほど。逃げようとしてもきっと入り口にたどり着く前に殺されるわ。あいつのせいで私は超長い間閉じ込められてた。何？そう、どんなにひどい目に遭わされたことか。殺す手伝いをさせて、一緒にみんなを救いましょう。私たちは知ってる、あなたならやれるって。ハギを殺し、マミーまでも、ちょっと嬉しい、私が自由に、あなたならきっとできるわ。めちゃくちゃテンション上げてくれてる。キャットナップが来る。キャットナップ来る。あいつはプロトタイプが用意した最後の切り札よ。なるほど、なるほど。逃げなきゃダメ。気をつけて。なるほど。オーリーと話して。ちょっと、めっちゃ褒められてちょっと嬉しかったね。どこ？オーリーからの電話どこ？あ、行くの？あら。
あ、来た来た来た。どこだ。よし、ね、オーリー、ね、はいはいはいと。ポピーから説明を受けたみたいだね。そうですね、じゃあだいぶ助かりましたと。はい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 。次にやることは至って簡単。オッケー、シンプルね。ガス製造ゾーンの電力を復旧させるんだ。オッケー、シンプルだこれ。まずさっきのホームスイートホームの建物に戻って、戻るとこれに入り口付近のどこかに大きな電源コードがあるはず。これかな。それをゾーンの下に差し込むんだ。差し込むと。なるほどなるほど、シンプルだ。すごいシンプルじゃん。ゾーンの下に差し込むんだよね。この下に行けばいいんだよね。え、こっちか。すっごい長いな、このコード。オッケーオッケー。で、これで、すっごい長いコード持ってきて、一番刺しやすそうな場所にぶっ刺すと。これかな？違うかな？あ、これかな？どうだろう。これ？お！いいね。見て見て。どこ？ホームスイートホームの中でジェネレーターをオンにしたよね。多分。あれはあの建物だけの予備電源だったんだ。なるほど、なるほど。どの建物にもあるはずさ。はいはいはい。どこだっけ？引っ張ってこれたね。なるほど。これで半分は終わったよ。次はどこ？あ、だから予備電源持ってこないとダメなんだ。この辺りは危険がいっぱいだからな。どこだっけ、ホームスイートホーム。遊び場なんかは特にね。うげ。そうだ。学校なら大丈夫かもしれないね。学校？キャットナップはそうめったに来ないから。オッケーオッケーオッケー。今鍵をあげるね。ちょっと死亡フラグ立ってなかった今。どこ学校って。鍵送ってくれたので、とりあえず鍵取りに行くか。行くんですよ。電源が必要だからね。オッケー。というわけで学校はどこだ。これじゃない、学校っぽいとこ。ワンちゃん、ワンちゃん、ほらです。あー、そっか、この中でしっかりちゃんとやって、一回これ再起動しないとダメなんだ。再起動っていうかバックアップバッテリーをこう学校のつけて、それを持ってくるんだゾーンに。なるほど、わかったわかったわかった。まあシンプルっちゃシンプルだね。その予備電源にたどり着くまでがちょっと大変だけど、まあでもキャットナップいないから。急がないと。ジェネレーターをオンにして離れて、学校の電源コードを中央に差し込んで。了解。気をつけなきゃダメだよ。ドームのあっち側にいるときは君に連絡できないから。嘘だろ。そこには何かがいる。何かが。一人じゃないから気をつけて。ああ。そいつは君の。ねえ、なんでそんないいとこで切れんの？そいつは君の何？俺のライバル？俺のライバル？俺のライバルが出てきた、ここで。こちら、ミス・ディライト。誰？お取り込み中失礼します。皆さん、ベルが鳴るまで席を離れないように。絶対先生や。パスなしで廊下に出ちゃダメよ。ゴールがなければ入場できない？うわ、マジか。新しいバケモン？もしや。すっごい、全部の部屋いけんのこれ。やばいね。全部の部屋いけるのはすごいね。ここいけない。お、バッテリーボックスありました。バッテリーボックス系だね、これ。まあ、そりゃそうか。モバイルバッテリーを取る系だ。誰誰、新しい怪物誰。ラン、走れ。あ、よかった。あ、でもここに一個あんじゃん。ってことは、上から落ちてく系かな。うん、あ、換気扇がある。ね、ボックスね、持ってこれんのよ。ワンチャン、使えるんじゃね？違うかな？ここに。え？なに？なんか動いてた今。遅い、ノロノロしたやつ。待って、これ普通に、あ、これ下通れたわ。なんだそれ。これ単純なことに気づかないな。あら、見覚えがあるわ。そう、思い出した。ここで働いてたでしょ。誰？なぜ生きてるの？バーブ。ああ、バーブによると同業を探してるみたいね。キャットナップは許さないわよ。出て行って、死にたくないなら。いやよ。なぜ生きてるのって言われたんだけど。ちょっとかっこいいけど
あ、ここ上行けるわ。なんでそんなこと言う？俺、元は、働いてた？あ、そっか、俺、そっか。もともとね、第1話っていうか、チャプター1で俺、もともとここで働いてたのよ。ね？もともと従業者で、何年か経った後に帰ってきたみたいな感じだったよね。そうだ、そう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 。で、これで一応2個目取れたから、はめちゃえば、よいしょー！これ緑の電力がつくから、これを使えば？どこに使うのこれ。ビリビリタイムつ、あっちにあったね、あっちにあったよね、こっちに。NO！ 切れた！あれ、どこにあったっけ？あ、ここ。ここに、どうやってやるんだろう。ゴー！ゴーゴーゴー！急げ急げ急げ！走れ！走れ走れ！ NO！ カモン！よし！よし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 。あっ、うん、なん、びっくりした。自分でガスマスクつけて驚くやつがいるか。あ、でもまたあるね、新しいカセットテープ。どこー？あ、誰かいる。だけどちょっとその前にカセットテープあるって。あったー。し、今回なんだ、今回さっきは役ネバみたいな感じだったじゃん。約束のネバーランドカセットテープ。今回なんだ。子供たちは？ねえ、子供たちは？まさか従業員と同じ場所に？違う。子供たちは無事？ああ。会えます？誰？ダメだ。それだけ、それしか話してない。私が全員殺すの知ってたんだ。クレイジーな女のなんか音声だったね。キャットナップもしかしてになる人物？もしや。またモバイルバッテリーだ。あっちに走ってったのよ、でも。先生っぽい人が。なんだ今の。ノート4。いやいや、もうちょっと近く行けないのこれ。Hungry, she gives me strength. うん。あ、もうびっくりした、もう！何？超緑ビリビリタイプが必要だ。あれ？こっちに先生逃げてった。どこ行ったの先生は。あ、上に行けるわこれ。上行って、なんか紫だよ。なんで紫なの？なんで紫なの？ちょっと光ってるってことこれ。白いだけ？やめてよ。やめてよ、変なことすんの。え？あ、知ってる！誰あの人は！人の話。誰だ！聞かないの？どこだ！そこは他の人間たちと同じ。あなたの悲鳴もあいつらと同じかしら。どこ？楽しみでたまらない。やばい、なんかみんな狂ってる。みんな狂ってやがる。ここにいるやつら。ここにもドアある。ちょっと多すぎるってドア。開いた。開いた。もっと引っ張んないとダメだったのかもしれないこれ。開くわ開くわ。なんだあれ。なんか光ってんの。この先生だ。ミスディライト。ミスディライトだ。あ、戻ってきたここに。ミスディライトだ、走り回ってんの多分。で、こう開ければ、こう開けると。ミスディライト、でもあんま強そうじゃないからね。ミスディライトと乱闘しても勝てるよ、多分。パパウ！あ！綺麗。あ、なんか取った。なんか取ったんだけど。何取った俺。ノート？ I had to eat. I had to survive. I ate them. 俺は
俺は食べる必要があった。俺は生き残る必要があった。俺は彼らを食べた。やらないといけなかったみたいな。こんにちは。また来ましたね、謎解きエリア。あ、これあれじゃん。つなげてやるやつだ。来た来た、よし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 、これいける。Oh no! Oh! え、なに、何やってんのお前。おい、何やっとんの、何、なんかフリーズしてたから。君の休憩は終了だ。準備。新しい死に方。今まで真っ白になっただけだったのに。君の準備はもう終わりだ。ということであれか、今の人がミスディライトです。噂で聞いてた。やって、でも取って逃げるってこと、取って逃げるってこと。あなたを破壊するから。こっちは、こっちはいけないの、こっちはいけないの。お、いけないです。あ、ごめんなさい、ミスディライト、ミスディライト、これ もらって。あ、ミスライト、ミスライト来ちゃダメ。ミスライト来て、ミスティライト、ミスティライト来てる。え、これやばい、だるまさんが転んだな。ノー、マジで怖い、こいつやばい。お前やばい、ちょっと待って、どこ行けばいいの俺。しまった、ざまみろー。ざまみろー、ここなんだよ。じゃ、びっくりすぎて、マイク引っこ抜けたんだけど。もうマイク引っこ抜かないように気をつけよう、ちょっと。怖いかった、マジで。あの人歩いてやばい。あの人柵を通り抜けてくる。それを、それをね、理解した上で、動いた。いけいけ、来ないで来ないで。来ないで来ないで来ないで。どこだっけ、どこだっけ、こっちだよね。あ、どこだっけ、どこだっけ、あれどこだっけ、出口、出口。おい、ちょっとこいつ、マジ怖いんだけど。どこだ、どこだ、お前どこだっけ。ゴー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 、やめろお前、こいつ本当に通り抜けてくるって。逃げろお前、来る来る来る、どこ、こっち合ってんのか。来てる、絶対来てる。え、どこ、どこ行けばいいの俺。ノー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 、どこ行けばいいの俺。あ、いた、この子かわいくない。え、待って、終わったんだけど、怖すぎだろ顔。お、ノーノーノー、おい、ちょっと待ってよ、これ開ける、ゴーオン、どうすればいいのこれ。ちょっと待ってよ、こいつ通り抜けてくんなよ。やばくねえ、こいつ通り抜けてくんの。ずるいと思うんですけど、ずるいと思うんですけど、どうすればいいの。ちょっと待って、どこ行くの俺。あ、待ってよ、緑の電源あるから、これ、これ、これ取って、こっち行って、これに、あれ間違えた、あれどこだっけ。なあ、来んじゃないよ変態。これ取って、こっちか。よし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 、で、閉めて、これこっち行くの、こっち行くんじゃない。ちょっと待てよ、どこ行くの俺。上行ける、上どこ行くんだっけ。ノー、笑ってんじゃないよ。あっち行ける、こっちはなんだ。開いた開いた、よしよし、こっち、まずこっちをおびき出そう、こっちをおびき出そう、こっちをおびき出して、
勝てると思ってんねよこのポンコツこのたこ焼きこういうことなんだよ、こういうことなんだよ。俺に勝てると思ってんねよ、この人は。俺に勝てると思ってんねよ。こういうことよ、こういうことよ。で、こういうことよ、こういうことよ。どう開いたの？ダメだ、ゴー、開いてほしい。俺のスピードはついてこれない。俺の 50m 走2秒の鬼足速い時には。ここに行った？あれ、何そこにいんの？ちょっと待ってよ、俺迷子ってんだけど、どこにいんのこれ。このゲートを突破しちゃダメなんだよね。うえぇー、うわ、ケチ破ってきた。なお待って、ちょっと待って、なんで開かないんだよ。これを持ってきて、もっとこっちに、これでいけるかもしれない。で、こいつを一回こっちをおびき出そう。こっち寄っといて、こっち寄んどいて、で、こっち行く、こっち行くと、よし、OK、 こっち入った。どこだ、あいつどこ行った。ちょ、よし、もうわけわかんないけど、いけてる。どこ行った、あいつ。あいつどこ行った。お、え、どこ行けばいいの俺。え、なんか意味わかんないんだけど。お前いるし。あ、なんかある。ちょっと待ってよ、まず緑のビリビリを。何やってんだ。よしよし、なんかいけた。しまれ、モバイルバッテリーめちゃくちゃ必要やん。何これ、あ、開いた開いた。え、これ全部やんの、あいつに追いかけられながら。鬼畜すぎだろ。あ、もういい、もう追いかけてこない。あの、意外とできる、意外といけてる、意外といけてる。あ、オッケー、わかったわかった。で、次はこれ取って、ノー、あー、もうこれ、あー、よし、開いた、なんか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 いけたわ。あ、もう怖かった、クライマックスだった今んとこ。ノーノー、閉めろ、ノー、あー、ぐー、ざまみろこのたこ焼き。あぶな、マジで。この人のとは一生もう、だるまさんが転んでやりたくないね、もう。なんだこれ、617。あぶねー、あぶねー。なんだこれ、皆さん617、コメント欄に書いておいてください。何かが起こる気がします、617で。あ、なんか来た。うわ、マジで怖かったな今の人。先生、こんな怖いと全然思ってなかった。先生が、これ誰だ。ハッピーホップスコッチよ、一緒に月までジャンプしない。あんま、ちょっと楽しそうなんですけど、すごい楽しそうなんですけど、遠慮しておきます今はね。また今度。エクイプメントリクワイヨード、リクワイ、新しい道具だ。あらー、え、めっちゃ楽しいの来た。銃来たぞ。え、最高じゃね。あれ、何これ、あっ、なんかある。あれ、取れんのか。あ、取れた。 OK、 閃光弾みたいな感じかな。そうやん、そうやん、そうやん。これ、カセットテープまた行こう。よし、これもう何個目だ ?5 個目か4個目のカセットテープ行っちゃいます。どんどん防虫、どんどん防虫。なんだこれ、手、足か手、足か手。このポンコツエレベーターめ、
なんだリッチ。いや、なんでもない。さっさと荷物を下ろして帰ろう。なん、え、なんの。どうやらここが好きじゃないみたいだな。違うか。ああ、大嫌いだね。そのここの子供たちには人工の空じゃなくて本物の太陽を見せたくないか。あ、いい人じゃん。子供たちとも話せない。それってすまん、スチュワート。すまん。今日は意外なことを言うんだな。まあな、いつもイラついているのをやめようと思ってね。女房が言うには短気なのを直した方がいいって。女房のためだよ。お前はちょっと変わってるだけ。馬鹿正直だ。だが俺はお前のそういうとこ好きだぜ。そうか。変わったやつだな。なあリッチ、俺はもうすぐ引退だ。ああ、後任を選ぶように上から言われててな。俺はそのお前に従業員だね。なんかお依頼さんじゃね。え、マジで。マジだ。正式ではないな。その冷たい面の下には真っ当な男が隠れてる。正直な働き者がな。そうだろう。俺はお前が適任だと思ってる。わあ、ああ、そのなんて言ったらいいか。俺は全員に嫌われてるわけじゃなくてよかった。全員じゃないさ。全員じゃな。ということで、なんかちょっと怪しげな従業員同士の会話だったと。まあ、片方がちょっと嫌われちゃってるのかなという感じの場面ではあったんですけど、まあ、よくわかんないね、正直。まあ、でも、こういうことですよ。オーケー、今死んだかと思ったね、ちょっと。この銃は何用なんだ？めちゃくちゃオシャレだけど。あら。ん？何ここ？なるほど。あ、これ足場とか見るよ。あ、ここに足場あんのよ。な、うん、なんで。あ、待って、この上行けそう。上行くんじゃね。ほらほらほら、これ上行くんだよ。何やってんだ俺は今まで。こういうことよ。で、どんどん上に行くんだこれ。ほら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 。おっしゃ。の、の、あー、オッケー。一番上まで来れたらいいんだけど、ここで何やってたんだと一体。そこですよ、問題点の。問題点ではないけど。ここで一体どんな作業をしていてんのかと。うわ、またすごい謎解きだよ、これ。またすごいよ、これ。どうなってんの、これ。これ撃つんだろうけど。これ、音がすんのよ。ここ、べちょって、べちょっていう音すんのよ。それに合わせて、多分ね、やっていけばいいと思う。ほら。ほらほらほら、べちょっとするでしょ。で、最後ここをいじればいいんじゃない。こういうことよ。撃てば。きたー！見たか！このべちょべちょプレイ！あー、そういうことだ。これエレベーターがあったわ。だから、ここからやんないとダメなんだ。そういうことか。そりゃそうだ。で、これで乗りながら、なるほど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 。いけたね、いけたね。銃もあるし。ぴょ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 。お。何の音だ？何の音だ？え、こっち行っていいのか？ふっ。なになに、うわ、やば。
パイン工場みたいな感じ。落とさないで、落とさないでよ、落とさないでよ。落ちるなよ絶対。大丈夫、制限されたエリア行きます。え、なんか来てんの。え、なんかどん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 なんかすごくなってきたぞ。Do not enter 行きます。でも Do not enter というと書いてある場所はだいたいいい場所だから、ゲーム内ではジューシーな場所。 Do not proceed Playhouse 行きます。来んじゃないよ。あ、ちょっとやっぱある。なんだ今の小人みたいなやつは。こいつやん。僕ボビーベアハグ、君が大好きなの。え、カセットテープある。カセットテープよこせお前。カセットテープなくね。ある。まあいいでしょう。行きましょう。行きましょう。行きましょう。ハロー。明るいね。ちょっと待って、何ここ。こっち行けないわ。っていうことはこっちから行くしかないんだね。お、狭いな。めちゃくちゃ。うわっ！何？こいつ攻撃される？そりゃそうだ、そりゃそうだと。そりゃそうだ。だから銃用意しといた方がいいね。こいつ来たら。ごめんね。何も、お前来るよ。来るよ。来んじゃないよ。来んじゃないよ。めっちゃ来るやん。見えないんだけど。あ、ボールが邪魔してる。お前めっちゃ来るこいつら。あ、そっち行くんか。いい！ゴキブリみたい。こっち行ける。オッケーオッケー。ゴー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 。どっから来てんのこいつら。オーマイ、来んじゃないよ。え、めっちゃ広いんだけど。ノーノーノー、迷路だ。あ、来た。うんじゃないよ。あ、来た。あ、ノーノーノー、どうやって登んねん、ここ。ちょっと、待って。おー、what the f- おしっこしよう。なんでこいつら飛んで、なんでこいつら飛べんの、上に。おー、ジャンプ当たった。ザメだ。あ、なんか、電源ボタンみたいな。おいおいおい、あ、なんかいける。 Oh no。 え、あ、あ、登ってきた。これ多分これなんだよ絶対。このキューブ落とさないとダメなんだけど。あ、落とした。こういうことでしょ。ほら、キューブだ。キューブを置かないとダメなんだ。くそ、いいんじゃないよ小人族。そうだ、やっぱそうなんだよ。絶対そうだと思ったよ。キューブが動くもんだって。とこっちのこれ、うわマジかよ。どこにいるの。ジャンプしていける。うん。あ、でもついてね、こっち。なんでこっちついてんの。なんでこっちついてんだ。よくわかんねえな。もう行こう、もう行こう、もう行こう。多分いける、多分いけるはず。どっちもついてるもん。青光り、青光り、青光りしてる、青光りしてる。ゴー、頼む、頼む。No。 なんで。急げ。 OK。 こういうことでしょ。できたと思う、これもできたと思う、これもできたと思う。よしよし。 Oh no! Oh no! なんか動いてる。え、
何で動いたの？乗るってこと？無理じゃね？あ、乗れる、乗れる。あ？オッケーオッケー、来た来た、しダメだ、ダメだ、お前ら。俺を幾度となく殺しやがって。あら、こっち行くってよね。なんだよ、どこ？お前来た。もうやだ、今のとこ、今のステージ嫌い。どこ行くの、これ。上？上行きたくね？どっちかというと、下よりは。でも何も見えないんだけど。まさかの下かい？まあいいでしょ。下、下でもいいよ。さっきの小人族から逃げれるなら。来ました、来ました、来ました。アイルエリア！謎解き要素えぐいね、今回。火じゃないね、前回の。おう。こっち行けるね。アヒルゾーンです、これ。え、なんかいなかった、今。みんな大好き、アヒルちゃんゾーン。君は、あ、びっくりした。ポピーに言われて、助けに来たんだね。ここはもう、手遅れだ。え？ここはキャットナップの家。奴らの家。今まさに無数の目が見つめている。とてもお腹を空かせている。君の柔らかい体をゆっくりと引き裂いて、少しずつ食べたいと。なんでそんなこと言うの？空っぽの心をたっぷり満たすためにね。やば。あの化け物、キャットナップ、プロトタイプを神のように崇め、このように異端者を懲らしめている。小さなおもちゃたちは死を恐れてキャットナップに従うんだ。そして餌をもらう。なるほど。抵抗したさ、プロトタイプの支配に。僕はスマイリングクリッターズの生き残り。スマイリングクリッターズ。よく聞いて、君はここを抜け出して生き残るんだ。君とポピーならできるよ。この地獄と苦しみを終わらせ。やめてくれ。え？いいかな。オノー！早く行け！逃げろ！え？え？乗っ取られたの？ノー！ちょっと待ってて！乗っ取られた寄生虫みたいに体がむにょ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 って入ってて。はあ、何この展開。めっちゃいいやつだと思ったのに乗っ取られたよ。え、逃げるの分かったんだけど、どこ？やめてくれ。はい、こうね。いいかな、早く行け。え、だってドア閉まってんのよ。どこ行けばいいの？ドア閉まってんのよ。あー、下行けた。お前ノー、いいいい。右、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 左、違う、違う、お、左、こっち、こっちじゃないよ。お、ちょっと待って、これもう一歩間違えたらしいよ、一歩ミスったらしいよ、これ道。一歩転んだらしいよ、これ、つまずいて。どっち行く？ちびこいのいる。ちびこいのが。え、これ。ちょっと無理だって、これ。ちびこエリア行っちゃダメなのか。壊れろ。壊れろ。どこ行くの？よし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 、ちょっと待って、ちびこいたちが来るから、ちびこいたちの方行っちゃダメ。オーケー、さあ覚えて、覚えて、ちびこいたち行っちゃダメ。ちびこいとこに行っちゃダメ。で、告白、告白から、はい来たよと、はい来るんじゃないよと、はい来るんで、ちびこいたちの判断が難しいのよ、これ。曲がっちゃダメってこと？こっちよしよし、ちょっと早めに見れば分かるかも。お前か、よし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 、ノー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 。え、こっち合ってる？頼む頼む、俺を生き残らせてくれ。来た来た来た。え、いるいる。ミスった？ミスってない。ジャンピングジャンピングマイトロー、ジャンピングマイトロー、ゴー。 I'm number one. We are number oneWe number one potato! 来ました。ドッグデイのミニ。
やばかったね、このエリア。とんでもないエリアだった、このエリア。ほんとに。でも、バッテリーは結局、あ、出た！大丈夫だった？怪我とかしてないといい。全然大丈夫じゃなかった。本当に無事でよかった。もうこれ以上、友達をなくすのはごめんだから、ね。え、今のでバッテリー復活したの？ねえ、神殿は復活してる？キャットナップがプロトタイプに作った。あのね、実はキャットナップがその、狂ったのは、大きな事故に巻き込まれたのがきっかけみたいなの。キャットナップの真実。でもプロトタイプが彼を救ったと噂されてる。何プロトタイプって。自分の自由と引き換えに。ああ、なるほど。キャットナップにとってプロトタイプはスーパーヒーローだ。この場所を救ったからね。プロトタイプを神様とみなし、逆らう者を皆殺しにしてる。気をつけないと僕らも殺されちゃう。あの神殿怖いと思った。いや、めちゃくちゃ怖かったんだけど。この先にもっともっと怖いものが待ってる。とにかく、ゴールはマジか。最悪だ。新しい鍵を用意した。よし。次はカウンセラー室に向かってもらうからね。よし。危ないけど、十分な電力があるはず。よし、まあそれいいことだ。ここにあるジェネレーターを動かして繋げれば、準備完了さ。オッケー。それと、キャットナップに注意して。はい。ひどっ。そうやって相手を弱くして殺す。あいつは狩りの天才だからね。注意して。また後で。やばいやん。そこに行くの俺。もう行くしかないけど、多分ここだよね。明らかにラスボスの神殿っぽいもん。というわけで行きます。おそらくキャットナップがいると思われます、この中に。多分さっきの火じゃない難易度だと思うけど、もう行くしかないのよ。うわー、でも俺はね、みんなに期待されてると。俺じゃなきゃできないって言われてるレベルだから、俺が救ってやるんですよ、キャットナップから、この世界を。あれ、行き止まりだ。終わったー。あ、ここ行けそう。行けた、ここ行ける。あ、ここにあるわ。よし。よし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 。まあまあまあ、とりあえずはね、いつものようにモバイルバッテリーを手に入れて、はめていくと。取っていいんかな。お、取れた取れた。うわ、もうすごいじゃん、ちょっと。人形の下にめちゃくちゃあるよ。Love School。あ？うわ。なんかいる。え、なに？なんかいた、なんかいた。あいつ見たことあるぞ、俺。Run。もう来るよ。もう来るよ。もう出てくるよ、キャットナップ。近々。え、ドアが。上いける、上いける、よし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 。とりあえずこういうね、洞窟的なところ俺の好きよ。今んとこ洞窟なところね、安心感あるわ。普通のこういう学校とか怪しいんだ。オッケー。というわけで、走ってのジャンピングボーイ。来ました。また洞窟やん。ここ。これ何をやらされてんの？あ、待てよ。持ってくるんか、電気を。あ、こんなとこにあるじゃん。そんなん気づかないよ。ほーら見たこと。ほーら見たこと。これは何？ほーら見たこと。ほ
ことなんだよ。これなんだ、これなんだ、え分かったかも。こうやるじゃん、でこうなんだよ、でこうやるじゃん、でこっから取るんだ多分。そうじゃない？で、で、あら！俺の腕、永遠に伸びるから、これ見て、えぐいほど伸びるんだよ、俺の腕。で、これ登って、そうだ。で、こうやって、こういうことじゃない？ほら。あ、これでいけた？これいけたね。でーと。ほら、来た、ほら、来た、ほら、来た。これで道が広がった。よし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 。ちょっとまあまあまあ、ちょっと難しかった。むずいのよ、今回の謎解き。マジで、できない人いるって。近づいてきました。俺は匂いがする。キャップナップに。キャップナット先輩に。キャップナット先輩の匂いがすると。出ておいで、キャットナッポ。キャットナッポ？キャップナッポ？怪しいね。カセットテープあるんじゃないのこれ。ないね。あるじゃん。どこに入れるんだこれ。あ、入れる入れる。よし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 、久しぶりのカセットテープだよ。ああ、これはハートマンご夫妻、どうぞこちらへ。さあおかけください。誰ハートマンご夫妻って。見学はいかがでした？その予想を超えました。ルートヴィッヒのスピーチを聞いて、ここの素晴らしさを確信しましたよ。本当に魔法みたいな場所なんです。入った瞬間から我が家のように感じました。入り口のドアを開けた瞬間に感じました。二度とここを出ることはない。まるで子供の頃に住んでいた家を思い出して心が落ち着く感覚。それでジェルミーにもそういう家を？はい、養子に迎えたいと。ジェルミー、素晴らしい。お二人ならきっとあの子の。これジェルミー？何か？そのとても複雑な事情があるようで。事情って、あの、どんな事情なんです？わかりません。そのテスト中とだけ。あ、どういう意味です？教えて、どういう意味？グレイバーさん、ちゃんと説明してくれませんかねえ。担当者でしょ、どうしてわからないの？どうして今になってそんなことを？私、すいません。どういうこと？何？ジェラミーがちょっとおかしいってこと？このライト見てよ、これ。神々しいよ、このライト。あ、おー。あ、鍵の音しなかったよ。おーっと、来ましたね。で、これで開けれるんだ。こういうことで、こういうことだったんだと。すべてお見通しだったんですよね。俺がここに来ることを。そして、ねえ、私クラフティーコーン、クラフティーコーン、美味しそう、食べちゃうぞ。あら、こんにちは。何があるのこの部屋には。何もないね。おしっこ、やばい、良くないよこれは。これ非常に良くないことよ。非常に良くないことよ、これは。水が滴る場所だよ。くら、嘘でしょ。なんか薄暗いところに隠れるって言ってたよね。キャップナップ。キャップナップ先輩いるって、絶対。お。端っこ気をつけよ。壁の端っことかね。物陰とか。この銃あってよかった。これないと全然見えないよ。NO! あぶねえ！やばいって！いきなりクサクサエリアよ。え、嘘。嘘。あ、いける。お前。何これ、ビルの電源、
全然行けるとこないんだけど。行ける行ける、ここ。ああ。めっちゃ緑のあるんだけど。あるじゃん。あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。頼む、空気を浄化してほしい、その前に。ん？どうなったの？なんかあったわ。なんだこれは。ここか。もう、これが、これが、これがどんだけ大変だったことか。あ、なんか開いた。ん？お、なんかやった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 。全部のドアに、なんか、電池入れ込んだら、なんかできた。あら、あら、もう。今度は何？謎解きがもう多すぎるって、ちょっと、ほんとに。謎解き祭りになってるって、これ。もういらないでしょ、これ。よし。あー、もう明るい。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。これはいいわ。あ、これ、これ得意、俺。これね。あー、これむずいね。なんか当たったんだけど。何に当たった？なんかできたんだけど。何もしてないのに特に。見てください、このプレイ、このプレイスキル。オッケー。これなんかある。ああ。え？落とすんかこれ。あ、なんか待って。え？え？あ、来た来た、よしよし。これをここにはめて。そしたら、ここが開いて。なんだこれ。これ持ってくるんか。これ取って、これ持ってくると。これを、こっちを入れと。NO！ こっち来んなよ！オッケーオッケー。で、これを壊さないとダメなのよ。とりあえずこれを一個埋めといて。よいしょ。で、さあ。NO！ 終われた！もういいや。いける、これで。うわぁ！なんで起動しないねん！あ、これに打たないとダメってこと？うっ！カモン！プリーズ！プリーズ！よし！これ多分頭を疲れさせて置いた後のキャットナップを捕獲しに来んだよ。賢いぞ、こいつ！疲れさせた後に頭を目いっぱい使わせた後に来んで遅いに。何これ、オープン、ハイボルテージ、ドゥノットオープン。どうやって開けんの。なんか音楽かかってるよ。あ、こっちからいける、開けないわ。あ、いけるいけるいける。なんだここ、やばいやばいやばい。どこ、何も見えん。あ、来ました、新エリア。またまたキャットナップが明かり明かり、いかにもいそう。もう何回言ってるそれ。だっていそうなんだもん、ほら暗いしさ。ちょっと音楽かかってるし、なんか心が落ち着くような、油断させてるんですよ多分。点取れないの？取れた。ああ！全く気づかなかったし！なんかおかしくなりそう。内臓出てきそう。死んだの俺。俺死んだ？死んだわ。死んでない！え？何、花を見つけてっていきなり。え？俺どこにいんのこれ？夢？なんだこれ。何をしてるか分かってるの？どうなった、どうなった、ちょっとどうなった。動けない。夢の中みたいな。夢の中ではないけど。何が起こったか分かる？
笑うな。追いかけっこしちゃってる。私たちが誰か知ってる？誰？あなた。ポピー。酔ってきた。ほんとちょっと酔ってきた。ポピーもういいよ。ポピーは、あ、じゃあハギーだ。いえ、知らない。ワットなに？なに今の手？巨大な手？え？おっ！さもなくばこまつに行くぞ。キャットナップ怒ってます。非常に怒ってる。多分あんなの怒ってんの。それ怒るか。でも逃げるわけにはいかないと。ここまで来て逃げるわけはいけないんですよ。戦うんですよ。もうキャットナップ先輩と。キャットナップパイセンを倒すまでは出れないと俺決めた。もう覚悟決めてやる。もう覚悟は決まってます。俺の。あれ出ちゃった。あれ間違えた。出ちゃった。出ちゃダメだよね。電話来た。あ、出てよかったのか。何かがおかしい。カウンセラー室からコードを回収して像の下に差し込んでほしい。電源を 100% にするんだ。頑張って。うぅ、戻んの。え、戻れないんだけど。あのコードのことじゃね。コードどこだ。これじゃね。でっかいお尻プラグ、これだ。ピッ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 。この鬼長いコード持って、地下に差し込んで、充電 100% にすると。それで元に狙うそうだったもんね。これを差し込めば、いいことあるよと。この辺だよね。ゴー！よし！来た！また鍵来たぞ。何の鍵だ？スカイドーム。空のドームの鍵ゲットした。最終決戦じゃないこれ。どこだスカイドームって。スカイドーム、雲ってこと。上行くってこと。どこ、どうやって上行くんだっけ。ああ、これじゃね。これやん。これや。ん、え、これ充電、充電すんのこれ。このピッピッって音がしてたら充電って覚えとこう。もうそれ、もう充電する必要ないかもしれないけど。はい、どんどん防御中。これで十分なはず。そのでかいバッテリーを各製造ゾーンに運んで、ここから一緒に脱出しようよ。すぐそばに見えるあの扉だよ。頑張って。ケーブルカーのすぐそば？ケーブルカーってどこだっけ？あれ？え、どこ？こっち合ってんのか？なんか、ロードしたから合ってんのか？ Hello？ あ、これじゃん！
い差し込むのこれ。え、これか、極大極大バッテリー。え、ああ、俺のバッテリーどうすんの。え、どうすんの、やば。え、どうすんの。ちょっと待って、差し込まないとダメってこと。こいつに壊らされる前に。お前やばい、おムカデ人間みたい、ムカデ長老だ、ムカデ長老。入れるってこと。え、入れれないんだけど。え、どこ行った。え、ちょっと待って、え、ムカデ長老やん。ムカデ猫には勝てん。入れれないのか。ノー、無理だん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 。取れた。これは光るぞ。持ってけこれ、これ持ってけ、置いとけ。やっぱ戻って、お、なんかわった。もう来るよ来るよ、ムカデ長老、ムカデ長老、ムカデ長老、これじゃないよムカデ長老、ムカデ猫め。これ絶対これ押すじゃん、これだ。うえー、ざまみろ。おー、うまい、やばくね、登ってきてる、骸骨や。うわ、すっごいな。え、まさか逃げれるよね。逃げ、逃げるっていうか、もう戦うしかないでしょこれも。てかマミーって倒したんだっけ、俺はマミー倒したじゃん前回、マミーロングレッグス。ということはキャットボーイも倒すんですよ。え、どこだここ、くっさいくっさいエリアだけど平気なのかな。カセットテープある、よくね。落ちてんじゃん落ちてんじゃん、来た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 、最後のカセットテープでワンちゃん。ログコード24459、これは実験体1006、プロトタイプだ。プロトタイプ。性格は頑固で、これまでのセッションでは大抵無口だったが、毎回新鮮なデータを発見している。今日の発見は、ログ終了。うん、なんだそれ。話す気になったかな。私、質問がある。続けて。お前は何か感じる。はあ、それは何に関する質問なのかな。突いて、殴って、切り裂く。感じないか。お前の中の秘密だ1006。計り知れない価値がある。私が切って、ついて、焼くたびにそれはどんどん近づいているんだ。だから話せ、話すな、抗え、訳しろ。どちらにしろ毎日お前のことを新しく学んでいる。興奮するよ。ありがとう。私に礼を。もちろんだ。私もお前について学べる。毎日だ。キャットナップぶっ飛んでる、狂ってんね、キャットナップ。キャットナップっていうかプロトタイプ。でもプロトタイプが実際あのキャットナップに取り付いてるから、キャットナップが来る準備をしろ。何それ、戦うん、戦えんのこれで、戦えんのかこれで。あ、どういうこと。あ、ここに差し込める。あれ違うわ、あれめちゃくちゃモバイルバッテリーあんだけど。待って。おお、おお、戦うってこと？どうやって戦うの？え？煙みたいなの出してんだけど、めっちゃ。あれ、行けなくなった。え？この端子の後ろに4つの受信機にバッテリーを入れるんだ。注意しろ、キャップナットが近づいている。あ、ここに1個入れれる。
え、タイムリメイニングとかなってんだけど、どういうこと？え、どういうこと？え、いるいるいる。え、どうすればいいの？どうすればいいの？え、え？ちょっと待って、ちょっと待って。Oh no！まあいいや、まあ、なんとなく分かった気がする。こうやばくね、こうやばくね、こうやばいと。え、終わった終わった、ミスった、ミスった、ミスったかも。ちょっと待って、く、あ、ここ開けれるわ。まあもうやるしかないのよ、やるしかないのよ、やるしかない、やるしかない。来たら煙発動するしかない。むずい、何回かやってやるしかない、頑張るしかない。こっちから来てる。まず、せいや、せいや、オッケー、大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。こっちから来てるから、こっちから来てるから、これ開けて、これ取って、これ開けて、これやって、こっちから来てるから、こっちから来てるから、これ取って、これ取って、こ、ここ、ここ、おの、え、え、やばいって。ノー！これ、なに？なに？オーマイ！ノー！やばい。え、でも閉じる。どこいる？どこいる？なにこいつ？なあ、お前、どんだけいいの、キャットナップって。クリエイトインサートニューバッテリー？どういうこと？どういうこと？なに？なに？なんで？そういうこと？そういうこと？これ入れるってこと？おぶね、おぶね、おぶね。え、ダメじゃね、ダメじゃね。ぬ、無理だよこれ、無理だよこれ、違う、間違えた。これ分かった。ちょっともう何回か死んだけど、もういける。ドアの構造が全て分かった。どこのドアがどの煙を隠すとか、なんかそういうのいろいろ。なので任せてください、皆さん。来てるよね、来てるよ。こういうことなんで、こういうことなんで、こういうことなんで、こういうことなんで。まずこれで、これで、これで、ここでプッシュやると、はい、ブロック、はい、ブロック、はい、ブロックして、はい、どこが来てんの。オーマイ、オーマイ、こっちが来て、こっちが良くないと、非常に良くないと思うんです。そういうの、そういうの非常に良くないと。それ変態、変態です、あんた。こういうことや、こういうことや。うまいと。で、こっち来てんじゃない、はい、こっち来てないと。大丈夫ですよ。こっち来てんじゃないの、こっち来てんじゃ、こっち来てんじゃないの、こっち来てんじゃないの。ノー、閉めるな、俺を。これ取って、これ取って、これバッテリー2個目入れて、はいはいはい、順序よく、順序よく、順序よく、あ、オンマイ来てる、オンマイ来てる、オンマイ来てる、順序よく、順序よく、順序よく、順序。ただね、これ後半になるとね、使える、使える、ブー！なんで？もう！え、銃、銃で倒せないのこれ？Oh no！殺せ！あそこにいんのよ。だからこいつの、多分ね、なんか偽物みたいなのがいるのよ。多重影分身みたいなことして、ほらほら、偽物みたいなのがいるのよ。どこ行った、これ本体、これ本物か、これ本物、本物だ、本物だ、これ。え、なんで、え、え、ちょっとどういうこと、どういうこと。胸ちゃくるやん、空から。空から来すぎだって。偽物もいるし、もうどれが本物か分かんないんだけど。本物、うわ、本物、本物、やばいやばいやばい。なんで、よく分かんないんだけど、なんで、なんでこんなにいんのよこいつら。 No no no、 来た来た、やばいやばいやばいって、それよくないって、それ。3個目見る方向多すぎ、死ぬよ俺、俺死ぬ、俺多分死ぬ。頼む、早く4つ目、4つ目行ったことない、4つ目行ったことない、頼むって、頼むって。どれだ本物は、俺もて遊んでやがる。やるしかない、やるしかない、これ。
もう無理じゃん。4つ目だよ、もう。どうすんのこれ。37秒来たら終わりじゃね。だってもう電源ないよ。32秒頼む。30秒頼む。10秒違う、あと16秒頼む。お願いします、ほんとお願い。来ないでお願い。10、11、10、10、10、10、来ないでお願い。8、7、6、5頼む。キリー、なに、なに、え、なんかやんの、なにこれ、おぉ、なに、え、俺死ぬ、嘘でしょ、何？来た、銃頼む。お前やばい、頼む。よし、来た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 、もうすぐすぐやれ、すぐやれ、ゴーゴー、違う、ああああ、え、殺した、もう何だそれ、何だそれ、ちょ待って、もうやめろよ、もうもういいよ、え、何、え、撃て、撃てね、あ、え、どうや、えぐいことになってんだけど、これ最後俺自分で撃ったんかもしんない、ボタン押して、俺もう連打しまくってたから。でも倒してないの、倒したの、あれ腕ない、お前やばい、ちょ、これ何やってるの、え、何、え、どうするの、出てっていいの、帰ろう、もう帰ろうよ、どこ行くのこれ、お、エレベーター乗れた、ボタン押したんだった、そうだよ、もう行きも間違えて死んでたやん、ボタン押さずに帰ってきたぞ。で、あの極太バッテリーつけるんじゃない、ほら置いてある、はあ、もう過去最難関のボスバトルだった、本当に本当に。でもこれ打ち込んで満パンにして、よいしょ、押して、これ押すと、どういうこと？来た！来た！ポピープレイタイム。発電機のステータス、なんと 100% いっちゃいます。100レッド。つかむ日本レッド。何すんのこれ、え、いいんだよねこれ、これもう帰っていいのこれ、え、帰れないんですけど、こっち、あっ、こっちだ、よかった、無事だった、ポピー、しかもまた成功した、不可能なこと、あなたを信じてたわ、どこポピー、キャットナップは死んだ、ハロー、赤い煙も消えた、何もかもが落ち着きつつあるわ、あなたのおかげ、でもここから先は、その本当のことを話さないと、おお、こっち来い、あなたは同僚たちのために戻った、何が起こったのか知りたい、これが、これが答えよ、答えを教えてくれると、喜びの時間、真実、これが、The Hour of Joy、 喜びの時間、え、うわ、襲ってる、ハギーが、え、やばい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 、人が全員襲われたってこと？
やってんのこれ。おう、逃げてます。おっと、なんかすごい、あの先生ね、先生軍団。うわ、捕獲されたハギーたちも暴れ回ってると。うーわ、まあ、だいたい予想はしてたけどね、こうなってたことは。オーノー、やばっ。あの最初の花のこれが真実だというのか。ポピー、その一瞬一瞬を覚えてる。それはずっと続いたの。苦しいほど長く、みんな隠れたり逃げたり、生き延びるためにね。悲鳴がまだ聞こえる。何が起きてるの？なぜこんなことに？あれは一体何？あれはただの無差別な虐殺だった。みんな殺された。有罪も無罪も関係なく。あんな死んだのに何も解決しない。それであいつらは死体を絶対に見つからない地下に一人ずつ引きずっていったの。なるほど。それで死体を食べたの。生き延びるためにプロトタイプは生かしておけない。絶対に許さないわ。俺どうぞ、俺も行くの。プロトタイプってやつがまだ生きてんのか。エレベーターを戻す。お、ちょっと待っててね。どうぞ。プチいいやつだな。これ乗んの？乗ります。ほい。あ、ごめんなさい。こっちでした。よろしくお願いします。よし。下に着いたら用心が必要よ。もしかしたら。もうやだ。何？何？え？ダメダメダメ。何？あ、なんかやられてんの？やばいやばい、もっと早く。お熱いね。え？終わり。ポピープレイタイム3。え、ピンクハギーがやられたの？そういうこと？なんかにやられたってこと？あの、なんだっけあいつの名前。プロトタイプに。で、プロトタイプを倒すことが目標になったってこと？すべての引き金なのかわかんないけど、実は工場内で殺戮が起きまくって、その死体を地下に隠して、みんなで隠してと。とりあえずプロトタイプはとんでもなく悪いやつっぽいです。まあね、もしかしたら1年後とかにポピープレイタイムチャプター4が出るかもしれないんですけど、もちろんやります。というわけで皆さん、高評価とチャンネル登録忘れずに。1年後にお会いしましょう。嘘です。次の動画でお会いしましょう。ボス戦は苦しかった。